はい、こんにちは、堀です。今日はスパイダーモアが納車しました。今回納車したスパイダーモアはオーレックのスパイダーモア SP852AF というね、スパイダーモアの中でも最上位グレードが納車しました。スパイダーモアの852のと仕様はね、仮高さがまず1234、これね3センチ5ミリから7ミリ、7センチまでね4段階で高さが、仮高さが変えられます。これはねスパイダーモアはこの軸がね上がったり下がったりするタイプになります。斉藤納期っていうカルマックスの方はこのエンジンが傾いて高さを変えるっていう方式ですが、これは本体自体が上がる方式になっております。それで変速が前更新の低速と高速で2速ついております。ハンドルはこれ2メートルまでね伸びるようになっております。それでここのレバーを握っていただくとこのように左右にハンドルが動くようになっております。動かすときにはこのカバーもね連動して動くようになっております。このカバーは SP850 の場合は0とかのだったらもうこれ固定だったんですけど、今の新しい機種はもうちゃんとここが開いて斜面買った時も石が飛びづらくなっております。エンジンはなんちゃってフォースの2サイクル50対1のエンジンになっておりまして、これはエンジンは強力さんのエンジンですね。 GHE801 という4サイクルのエンジンになっております。でも混合油入れるんですけどね、これ混合油じゃないと普通のフォースのエンジンつけると斜面で傾いた時にエンジンがオイルがちゃんと潤滑されなくてエンジンが焼きつくっていうことが起きるんで、ツーストの50対1 FC9 以上を50対1で入れるようにってなっております。カリバはフリーバになっております。カリバはよいしょ、カリバはねダブルの土台にこれを2枚ずつ片方上下ついてるんで8枚フリーバがついています。昔みたいにバーじゃないんで石を思いっくそ弾けて、まず停止から運転にしていただいてポンプを何回か押していただいて、まあさっきエンジンかけましたね、チョークはしませんが、それでスターターを引っ張っていきます。このように回転を張っていきます。